半角かな、半角カタカナとは、コンピュータで使用される、文字集合の一つで、もっぱら幅が通常の半分で表示、または印刷される特殊なカタカナのことである。日本における、パーソナルコンピュータの例明期から存在し、後に、ひらがなや漢字など多様な文字が、利用可能になるまでは、コンピュータ上で日本語を書き表すことができる、唯一の手段だった。アスキー普及前、 大型コンピュータで使われていた e ビシディックコードでは各社ごとに8ビットで表現されるカタカナや日本語の苦闘点コードを定義していたために各社間の互換性を書いていた。ASCII には7ビットで表現される128文字分のエリアにしか文字は定義されておらず、そこに制御文字、ラテン文字、数字、約も物などが配置されている。ASCII を元に制定された 国際規格 ISO646 では10文字が各国特有の文字、記号と交換可能であったが、ラテン文字以外で書かれる言語を符号化するには不足していた。こうした経緯から、日本ではラテン文字集合とは別にカタカナと日本語用の句読点などを収録したカタカナ文字集合を規定し、7ビット環境、または8ビット環境で運用する。 ジス X0201 が制定された。規格で規定された符号化方式のうち、広く使われたのは 0X20、0X7、e、E2、ラテン文字集合、0素1 0 x d f に、カタカナ文字集合を割り当てた8ビット符号化方式である。コンピュータで漢字を扱うことが困難であった。葬式は、このカタカナを用いて日本語でメッセージを表示していた。後に、 ジス X0208 が規定され、ひらがな、カタカナ、漢字など様々な文字が扱えるようになった。それまでのジス X0201 の資産がそのまま使えるように、ジス X0208 をそのまま使うのではなく、ジス X0201 で空いていた領域に、ジス X0208 の文字コードを移動して当てはめるシフトジスが開発された。その際、 旧来のコンピュータとの互換性などの問題から JIS X0208 で新たに規定されたカタカナと従来の JIS X0201 のカタカナは別々の文字として扱われるようになった。全角及び半角カタカナの区別が生じた当初は半角カタカナは正式な文字ではなく互換性のために残された規格上の文字に過ぎないとみなされていた。JIS X0208 1997、付属書1シフト符号化表現では、参考字数 X0201 のカタカナ用、図形文字集合の割り当ては、この規格の将来の改正では削除することを予定すると記載されていた。符号化方式によっては、半角カタカナが文字集合に含まれておらず、例えば当初は、電子メールでは使用できないなどの理由もあり、初期の時代のインターネットでは、 半角カタカナの使用が敬遠されることとなった。しかしユニコードが一般的に使用されるようになると、ユニコードが半角カタカナを正式に文字集合として取り入れたこともあり、半角カタカナを敬遠する風潮は薄れていった。ジスエックスレニーチさん2000付属初号文字の代替名称ではハフウィティスカタカナが記載されているが、 削除予定との記述は取り除かれている。現代においては、カタカナの表示、印刷には、全角カタカナの使用が一般的であり、半角カタカナの使用は極めて限定的ではあるが、何らかの理由で半角カタカナが使用されている場面を目にする機会は残っている。GSX-0201 が使用されていた初期のコンピュータでは、描画性能の限界から画面上に表示、 または印刷される文字はすべて幅が固定のフォントであり、カタカナもラテン文字に合わせて細身の書体で表示されていた。時代が下ってコンピュータの性能が向上して文字幅が可変調になり、さらに g i s x 0 2 0 1と g i s x 0 2 0 8が組み合わせて使われるようになると g i s x 0 2 0 8の文字はほぼ正方形で g i s x 0 2 0 1の文字は 旧来のシステムとの親和性から正方形の半分の幅で表示、印刷されることが一般的になった。そのため、GISX0201 の文字は半角文字、GISX0208 の文字は全角文字、特に GISX0201 の方のカタカナは半角カナ、半角カタカナないしは半角カタカナと呼称、表記されるようになった。もっとも、半角、全角は 本来自体、フォントの文脈で使われる言葉であり、また一般に、文字コードは、文字の幅を規定するものではないため、半角かな、半角カタカナなどの故障は俗称に過ぎなかった。そのため、正確性に問題があることに意識がある場合は、いわゆる半角カナといった言い方をされることが多かった。また、シフトジスでは、ジス X0201 のカタカナは1倍と、 漢字などは2バイトで表されることから、1バイトかなと呼ばれることもあったが、文字を表すのに必要なバイト数は不合化方式で、それぞれ異なり、JISX0201 のカタカナを表現するのに、EUCJP では2バイト、UTF-16 では2バイト、UTF8 では3バイトを要するため、これも必ずしも正しい表現ではなかった。厳密な定義が必要な場合は、 その文脈で使われている文字集合によって、ジス X0201 の方のカタカナなどと呼ぶ、他なかった。しかし、さらに時代が下ると、結局は、慣用的に使用されていた、半角カナ、半角カタカナなどの故障が定着してしまい、ユニコードやジス X02013 では、ハフウィテスカタカナとして表記され、これが今日における、正式名称となった。ユニコードでは、 通常のカタカナはフルウィティスカタカナとは異なる文字として登録されている。なお、同様の経緯をたどってきた文字集合としてハフウィティスハングルがあり、これらは合わせてハフウィティスフルウィティスフォームズに入っている。日本語入力システムにおいては、Microsoft Windows の MSIME および MacOS の日本語入力プログラムでは、半角カタカナ、Google 日本語入力では、 半角カナの表記が採用されている。メニューおよびテキストのカタカナ部分に半角カナを使用したフィーチャーフォン2020年現在で m 字数 X0201 しか扱えない機器、端末などでは日本語を表現する手段として半角カナが使用されている。またソフトウェアやデータの互換性を保つ目的で使用している場合もある。金融機関は今日もっと m o X0201。 時代の影響が色濃く残る分野の一つである。GISX-0201 時代に構築された核、銀行の機関システムや全国銀行データ通信システムとの互換性の問題から、現在でも口座名義や振込時の依頼人名に使用できる文字は半角の英数字及びカタカナに限定されており、一般利用者も預金通帳などでこれらのシステムに起因する。 カタカナ表記を目にする機会が多い。様々な文字が使用可能なワールド、ワイドウェブ上ですら、インターネットバンキングでは、振込みなどでの口座名義は、カタカナでの入力が基本である。もっとも入力インターフェース上では、全角カタカナでの入力が可能なことが大半では、あるが、一部には直接カタカナ、半角カナでの入力を求めるシステムも存在する。 パーソナルコンピュータの分野では、特に初期のマイクロソフト Windows において、半角カタカナの幅が狭く表示されるという特徴を利用し、メニュー部など少ない面積でユーザーに情報を与える必要のある場面によく利用されていた。その後、日本語の Windows 環境ではひらがな、カタカナを細身にしたフォントが標準で使用されるようになり、現在では、 半角カナをメニューに用いる必要はなくなっている。携帯電話の分野では、特にフィーチャーフォンの時代において、画面が小さく表示情報量に制約が大きかったこと、当時一般的であったシフトジスの文字コードでは、全角カタカナよりもデータ容量が減少するなどの特徴から、パーソナルコンピュータと同じくメニュー部や、ウェブページ上のテキストなどにおいて、積極的に利用された。 もっとも、スマートフォンが普及する頃になると表示情報量の制約は少なくなった上、シフトジスに代わって一般的となった UTF-8 の文字コードではデータ容量が減少するというメリットが存在しないことなどから半角カタカナの使用は廃れている。インターネットコミュニティにおいては、現代においても全角カタカナとの視覚的な際から、 アスキーアートを作成するために用いられたり、インターネットスラングにおいて、通常のカタカナとは異なったニュアンスを伝えるために使用されることがある。電子メールを配送する SMTP というプロトコルは7ビットのみを透過し、8ビット目をゼロにする仕様であるため、日本ではジュネット時代に7ビットのみを用いることがルール化された。これは後に、 RFC1468 として文書化され、ISO-2022JP という名称になった。ISO-2022JP で支持可能な文字集合は AS、ASCII、GISX0201 ラテン文字、GISX0208 から1978及び、GISX0208 から1983であり、GISX0201 のカタカナすなわち、 半角カタカナは含まれていない。一般にメールでは半角カナは使えないと言われたのはこのためであり、インターネットで半角カタカナが敬遠される理由の一つにもなった。ソフトウェアによっては誤ってメッセージ中に半角カナが含まれていた場合に8ビットコードのまま送信したり、エスケープシーケンスを用いたり、クエテットプリンタブルなどでエンコードし7ビット化して、 送信するソフトウェアが存在した。後者の場合には、代用したソフト同士であれば問題なく、表示ができるが、違うソフト同士や8ビットで送信された場合は、正しく表示されないため、半角カナを使うと、文字化けすると言われるようになった。ここから、ネット上の文章からの半角カナ撲滅を唱えるような求心的な意見が出現した。また、当初 Windows に付属していた。 メールソフトが SI と SO を使用した勝手な不合化方法を使用して他のメールソフトとの互換性をなくしていたこともその意見を強めさせた。その後、Windows のメールソフトも他のメールソフトと同じ不合化方法になったが、いわゆる半角カナの利用は本来排出べきなので、あえて対応しないという理由により、半角カナを実装していないメールソフトも多かった。その後、 以下の事項などの変化により、シフトジスをベース64でエンコードすることなどで、半角カナを正当な方法で送受信でき、半角カナの使用により、問題が発生することは減っている。なお、携帯電話 IP 接続サービスの電子メールでは、携帯電話モード、インターネットとの接続部分にて、半角カタカナから、全角カタカナへの変換が行われていた。 前述の ISO-2022JP のように、半角カタカナが使用できない文字符号化方式が存在する一方で、半角カタカナを規格に含む方式も多数存在し、コンピュータ上での文書保存や、ワールドワイドウェブで利用可能である。シフト JIS は JISX-0201 の8ビット符号の未使用領域に漢字などの1バイト目を割り当てたエンコーディングであるので、 エスケープシーケンスなどを用いず半角カナや漢字を使用できる。1バイト JISX0201 との共存を前提としたため、JISX0208 文字の1バイト目に使用できる領域が限られた結果、2バイト目に7ビットコードを使用せざるを得なくなり、8ビットを利用した符号化にもかかわらず、シフト JIS を理解しない、処理系での扱いを難しいものにするという欠点を残した。 日本語 EUC も8ビット環境を前提とした文字コードだが、JISX0208 の1文字目に当たるコードは、JISX0201 を1バイトで表した場合の、半角カな部分に重なるように配置されている。そのため、半角かなに相当する文字を使用する必要がある。場合は、制御文字 SS2 に続けて使用することになる。この規法によるカナ使用を実装していない、処理系も多い。 EUCJP において JISX0208 を表すために使用されるコード範囲は1バイトかなのコード範囲を完全に内包するため偶数の文字数で書かれた SHIFT JIS の半角カナは EUCJP 文字列特別がつかない逆に EUCJP の半角かナ文字列も SHIFT JIS 文字列特別がつかないこれが半角カナは 文字化けすると言われる理由の一つである。国際規格の文字符号化方式であるユニコードにも半角カタカナは含まれており、ユニコードが一般的となった2020年現在においては、世界中で半角カタカナが利用可能となっている。ユニコードによって文字コード間の対応が保証されたことにより、将来のシステムで半角カナが非サポートとなるような事態は、 まずなくなったと考えて良い。緑色で塗りつぶした範囲が半角カナの領域、黄色で塗りつぶした範囲は7ビットで表現できる領域、ピンクで塗りつぶした範囲はシフトジスの1バイト目として使用される領域である。の6記号の半角版も半角カナの領域となっている。ありがとうございます。